さあ、ということでね、えー、俺もこれからまた一本お話しますけどもアキロンさんという方からですね、あのー、いただいたお話なんですよでこのアキロンさん現在39歳で男性の方なんですけどもこのアキロンさんが小学校5年生の時まあ今だったらねもしかしたら許されないかもしれないですけど特別に新聞配達のアルバイトをさせてもらってそれでお小遣い稼ぎしてたって言うんですよでそんな時にアキロンさんのお父さんが ひょんなことからですすね、ね。とある宗教にっったっていうんです、ね、で、その宗教にハマったと思ったらもう毎週のようにその宗教の集まりにですね参加させられるっていうんですよでアキロンさんもいや行きたくないなって思いながらもお父さんから行こうって言われてなかなかねこう厳しいお父さんなのか断ることもできないでもう毎週行ってたっていうんですねでその集まり何をするかって言ったら集まったらなんかみんなでこう。 ためになる話じゃないですけど、まあこうこう、いうことしたら、こういうふうに幸せになったよみたいな話をし合うっていうんですね。で、そんなのをこう、毎週毎週参加してたわけなんですけども、そんなある日ですよ、またね、お父さんからよっしゃ、今日も行くぞって言われて、アキロンさん、まあ、その会のね、会場に連れてかれまして、で、いつも通りね、なんかこう、壇みたい、壇上みたいなね、ステージがあるんですけども、その壇上にね、こう、変わるがある人が上がってって、こう、いろいろ。喋るって言うんですよ。 でそれを「早く終わんねえかな」ってアキロンさん聞いていたらアキロンさんの斜め向かいにおじさんが一人座ってたっていうんですね。でこのおじさんアキロンさん知らない人じゃないんですよ。まあんでかって言ったらアキロンさんが新聞配達をしている先の、まあ、家に住んでる方だったんですね。であ,あこの人もいるんだそういやって思って見てる時にそのね会が始まって数十分経った時。 急にその斜め向かいのおじさん体前後に揺すり出すんですよ。おどうしたんだって見てる中そのおじさんど,うどん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 体の揺れ。 大きくくなってくるんでですねでもう話なんて聞いてられる状態じゃないですからもうみんながみんな「おい大丈夫か!」ってその男性を捕まえようとおじさんを捕まえようと思ったらそのおじさん急にガバッて立ち上がったと思うと隣にもう一人男性座ってたんですけどもその男性向かって「お前の親父に俺の親父は頭かち割られて殺されてんだよ何やってくれてんだ!」すごい勢いで怒鳴り散らし始めたっていうんですね。でその時のの時顔っていうのが 知ってるおじじさんんの顔じゃないんですよまるで獣のようにこう牙をグッとむき出してるように歯を出して目も黒目だけ見たくなってるっていうんですね。もうそこでこの回は今日はお開きにしようっていうことで、まあ、そのおじさんみんなに取り押さえられてで外に据え出されてでそんなんやってる間にお父さんからアキロンさん「もう帰るぞ」って言って家に連れて帰られた。 あれ何だったのってお父さんに聞いても「わかんねえ」ってその場では言われたっていうんですね。で次の日アキロンさんいつも通りアルバイトで新聞配達しないとダメなもんですから自転車こいでってその昨日ね体をこう異常に揺らしてたおじさんの家新聞配達しに行く途中このおじさんの家の前を通らないとそのおじさんの家の玄関に行けないっていうんです。 で、この家の前大きい窓がありましてその窓にいつもカーテンかかってるんですよ。ただその日カーテンが3四4 0センチ開いてたんですね。でいつも閉まってんのになーってこうアキローさん見てるときにそのねカーテンの隙間の向こう側何か光るものが見えるんですね。であれ何光ってんだろう2つ光るの見えるなー よく目を凝らしてみるとその視線の先に布団にくるまった状態であのおじさんが目をランラン輝かしてまばたきもしないでこっち見てたっていうんです。アケロンさんすぐに目をそらして玄関の郵便に新聞突っ込んでそこからね逃げ出したっていうんですね。 それをお父さんにね、家帰ってからまた伝えてみたら、お父さん、まあわかんねえけどよ、多分だけど、狸か狐とか、そこらへんがついたのかもしんねえな。う、まあ、そのように言われて、まあ、その後、そのおじさんを家の近所に見ることはあったんですけど、アキロンさん、もう怖かったもんですから、関わるようにはその後していないというえ、そんなお話でした。ありがとうございます。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。 よろしければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。